シンデレラは1950年のアメリカ合衆国のミュージカルファンタジー映画。ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ制作によるアニメーション映画である。原作はシャルル・ペローの童話、シンデレラ。本国・米国で1950年2月15日に公開された。日本初公開は1952年3月7日。 初公開から1974年再公開時までのタイトルはシンデレラ姫。21世紀に入り続編としてシンデレラ2、シンデレラ3に戻された時計の針が OVA で制作されており、またリメイクとして実写映画版も制作された。また本作は2018年にナショナルフィルムレジストリに登録された。原作は シャルルペオー,ーアのシンデレラ。ウォルト・ディズニーはこの映画の構想に27年もかけたという。1923年に企画を立案するも、第二次世界大戦によるスタッフ不足の影響があり中断。1944年に企画を再立案し、終戦後の1945年に制作を開始。ウォルトはシンデレラのデザインを作るにあたっていろいろな資料を、 集め童話の総画や少年少女のイメージに合わせることにし、青い目、ブロンドの髪、体重120ポンドに決めた。さらに独自のシーンや演出を多数盛り込んでミュージカル作品に仕立てている。また馬のメジャーや犬のブルーのトレメイン夫人のカイネコルシファーなどの動物たちはディズニーオリジナルのキャラクターである。5年の歳月をかけて絵の数は150万枚。 長編アニメーション映画としては、1942年公開のバンビ以来となった。ディズニー社では、白雪姫の公開以降、ヒット作は出ておらず、第二次世界大戦の終戦時には、会社の負債額は約400万ドルを超え、ピノキオ、バンビ等もヒットにはいたらず、工業収入的には失敗が続いていた。スタジオは経営危機に陥り、 次の作品でヒットを出せなければ、ディズニー社は先がない状況であった。そんな状況下でオルトは逆境にある少女の物語を、と、満を持たして、制作に踏み切ったのが本作である。1950年、本作は公開されるや、稲や芝叩く間に話題を呼び、念願の大ヒットとなった。関連商品は飛ぶように売れ、挿入歌のビビディバビディブーが収録されたレコードは、 好評を得て、同曲はアカデミー一家曲賞にもノミネートされた。ウォルト自身、アニメという金脈を掘り当てたシンデレラボーイだった。アメリカでのビデオ発売は1988年で、前年ビデオ発売されたワンワン物語の2倍以上の720万本を売る特大ヒットを記録し、アメリカにおけるセルビデオ時代の幕を開けたと言われた。 日本でのビデオ発売は1992年10月21日。後にウォルトは一番好きな作品はシンデレラだと答えている。ウォルト自身もシンデレラ同様に逆境を乗り越えて夢をつかんだ人物であり、映画評論家のジョエル・シエゲルは彼がシンデレラに惹かれたのはウォルト自身がシンデレラだったからだと語っている。遠い昔、あるところにシンデレラという 美しく優しい娘が立派な屋敷に住んでいた。母親を早くに亡くした後、父親は、妻の分までシンデレラを大切に慈しみながら育てて、いたが、まだ幼い彼女の身を案じ、二度目の結婚相手として、新しい母親のトレメイン夫人と、その連れ子である二人の義師、アナスタシアとドリゼラを迎える。しかし、父親が亡くなると、ママ母は本性を表し、 義理の娘であるシンデレラに辛く当たり、自分の二人の娘だけを可愛がるようになった。そしてママ母や義士たちが財産を浪費したため、屋敷は荒れ果てていった。シンデレラはわがままな上に、いじっぱりで意地悪な三人に、いつもいじめられては罵しられ、ついには、召使いとして扱われるようになり、毎日灰にまみれて、朝から晩まで、洗濯や掃除、雑巾がけ、皿洗い、 食事の支度などを押し付けられ、屋敷の外れにある塔の部屋に住まわされてしまう。しかし、シンデレラはきっと幸せがやってくる。いつかは夢が叶うと信じ、明るさと希望を失わなかった。そんな彼女の味方は、ネズミのガスとジャックの仲間や小鳥たち、馬のメジャーと犬のブルーノだった。そんなある日のこと、お城の王子であるプリンスチャーミングの花嫁選びを、 兼ねた帰国祝いの舞踏会を開くことになり、シンデレラの家にも招待状が届いた。義理の姉たちは大はしゃぎし、自身も行きたいと願うシンデレラにママ母は、すべての仕事を片付け、ドレスを用意できたら、舞踏会に行ってもいいという。シンデレラは亡くなった実の母のドレスを手直ししてきて、行こうとしたが、三人は仕事をわざと多く押し付け、ドレスが出来上がらないようにした。そこで、 小鳥やネズミたちはギッシュたちがいらないと言って捨てたサッシュやリボンを使い綺麗なドレスを作る。しかし、舞踏会に行かせまいとするママ母の悪だくみによってギッシュたちはシンデレラを自分たちが捨てたものを盗んで使った泥棒だと勝手に決めつけドレスをボロボロに破かれてしまう。シンデレラはショックのあまり父との思い出の噴水まで走って泣いていたところ、 彼女を励ますように妖精の老婆、フェアリー・ゴッドマザーが現れた。彼女が魔法の呪文、ビビディバビディブーンを唱えて杖を振ると、芝叩く間に、カボチャが馬車に、ブルーノとメジャーは立派な従者と業者に、ネズミたちが白馬に変わっていった。最後に杖を一振りすると、破かれたドレスは美しく輝くドレスに変わり、気がつくとシンデレラは、ガラスの靴も履いていた。 12時になったら魔法は解けるという忠告を聞いた。彼女はカボチャの馬車に乗って王子のいる城に向かった。その頃、城の舞踏会では王子が出席者たちにお目通りを兼ねた挨拶をしていたが、もともと結婚するつもりなど妄頭ないためすっかり退屈してしまっていた。そしてドリゼラとアナスタシアの番になった時、偶然現れたシンデレラの美しさに目を奪われダンスを申し込む。 そのまま二人は踊りながら、会場を抜け出し、城の庭を巡りながら楽しいひと時を過ごすが、シンデレラは、相手が、王子だと気がついていなかった。そして、時計塔の鐘が十二時を打った途端、シンデレラは、妖精との約束を思い出し、王子の静止を振り切って走り出した。途中階段で靴が片方を脱げてしまうが、シンデレラは拾う暇もなく、馬車に乗り場を飛び出す。 その一例も見ていた太公は慌てて兵士に馬車を追わせるが魔法が溶けてしまったため元の破れた服に戻ったシンデレラに気がつかず走り去る。シンデレラは足に残っていた片方の靴を抱きしめながら素敵な夢をありがとうともうここにはいないフェアリーゴンとマザーにご礼を言った。翌日、白は突然消えてしまった謎の娘のことで大騒ぎになっていた。 そしてガラスの靴にぴったり合う足の持ち主を正式に王子の花嫁として迎え入れると大々的に発表し、この話はシンデレラたちの屋敷にも届いていた。ママ母はこれがチャンスだと早々にドリゼラとアナスタシアを叩き起こし、シンデレラにも支度を手伝うよう命令する。そこでようやくあの時の相手が王子だと知り驚くシンデレラ。そして浮かれながら、 歌を口ずさみ、部屋へみなりを整えに行く。だが、ママ母はその歌声から、あの時の娘が、シンデレラが飛び抜き、自分たちの邪魔をさせないためにこっそり後をつけ、部屋に鍵をかけて閉じ込めてしまった。しかし、一部始終を見ていたジャックと、ガスが、義士たちが靴に、悪戦苦闘するどさくさに紛れて、鍵を取り返し、途中ルシファーが立ちはだかるも、 ブルーノの手助けによってシンデレラは無事脱出。諦めて帰ろうとした太公たちを引き止めさせた。しかし、またもやママ母がわざと杖を出して使いを転ばせて邪魔をし、ガラスの靴は太公とシンデレラの目の前で粉々に砕けてしまった。太公は、せっかくの手がかりが消えてしまったと嘆くが、シンデレラが隠し持っていた、もう片方を差し出したことでことなきを得た。 もちろんガラスの靴はシンデレラの足にぴったりと合い、シンデレラは王子と結婚して幸せに暮らした。1961年版1992年版1992年のリバイバル公開は、東映系の企画、夢のファンタジーワールドのメイン作品として上映された。これは日本での6回目の劇場公開であった。シンデレラのほか、ミッキーの竜巻、騒動、 日本のアニメ、金魚注意法、キャンディキャンディの4本立て公開であった。1992年10月で、ディズニーとワーナーブラザーズ、日本支社の契約が切れ、その後は作品ごとに配給を検討することに決まった。そのような背景があり、1991年9月に日本でディズニーフェスティバルが開催された時に、ジェフリー・カッツェンバーグ・ウォルト・ディズニー・スタジオ会長、 リチャード・フランク同社社長らディズニーグループの幹部が来日し、岡田主英連会長に表敬訪問に行った。岡田は1980年と1981年の夏休みの東映漫画祭り枠でディズニー作品を上映した実績があることから、ディズニー側から東映とディズニーのアニメをセットにしないかと申し入れがあり、シンデレラを上映することで話がまとまった。ただ、 東映漫画祭り枠でディズニーのアニメを入れるとディズニーに儲けを半分持って行かれることから東映洋画部で夢のファンタジーワールドという別枠を作り上記の東映の短編アニメと合わせて配給を決めたこの配給をワーナーと接触し120巻程度で上映を予定したが岡田が東映と東急レクリエーションの社長を兼任していたことから当時岡田が 積極的に推進していたビデオシアターをこのうち系列の十数巻で上映を予定した。するとディズニー側がこれを拒否。ビデオシアターはスーパーやショッピングセンターの中がほとんどで席数も100前後で当然小さいが小さい子供連れだと新宿や銀座まで行かずに自宅の近所で見たい人が多く実際に儲かっていてアニメ配給の 約3%を占めていた。東映は、ディズニーは日本のマーケット事情を知らないと3度にわたり、詳細をまとめて、ワーナー日本支社を通じて、ディズニー側に送ったが、なぜ拒否するのかの理由を回答してくれず、ダメの一点張りで時間切れとなり、ビデオシアターは全部キャンセルし、劇場のみの110館で上映した。日本で2015年3月18日に、 ウォルトディズニー・スタジオ・ジャパンから、ブルーレイディスクと DVD、デジタルコピー、ムービーネックスワールドがセットになったムービーネックスが発売された。ボーナスコンテンツ。ありがとうございます。